手選手、今日は本当にあの球場が紅白に染まって満員の中の試合でしたけれども、どうでしたか、そのスタンドの風景というのは。本当に赤と白だったんで、はい、まあ、最初広島の、ね、応援に圧倒されましたけど。そうですよね、はい、 でもあの8回のチャンスの場面の応援っていうのは本当すごかったので力になりました。ありがとうございました。本当に今日はあの日中ね暑い中でしたけども、マリーンズファンの皆さん熱い応援ありがとうございます。そんな満員御礼の中ヒーローとして活躍できたというのは特別嬉しかったんじゃないですか。いや本当ヒーローインタビューでも言いましたけど、はい、あの場面打ったらヒーローだと思ってたんで本当に気持ちよかったです、はい、本当にマリーンズファンの皆さんの後押しがあったからということですよね、はい、そしてやっぱり何といっても鈴木大地選手キャプテンとしてこうヒーローになることっていうのは特別チームにとっても意味があるんじゃないですか。いや本当キャプテンっぽいことできてないんで本当申し訳ないんですけど、まあ、でもねシーズン終わった時に、ね、僕にやらせてよかったって言ってもらえるような成績が残せればいいと思ってます。ぜひこれからも活躍期待したいですよね。さあそして大地選手中でもおっしゃってましたが、明日はいよいよワールドカップということで、もう大地選手ご自身も楽しみにされてるということですか。いや僕すごく楽しみにしてるんで、はい、多分明日アップギリギリまで見ちゃうんで、もしかしたら体動かないかもしれないですけど、そこはお願いしますよ。許してください、はい、ちょっとブーイングが起こってますけど、ちなみに鈴木大地選手注目されてる選手とかはいらっしゃるんですか。僕は大久保選手が必ず、はい、点取ってくれると思うんで、はいはい、期待してます、はい、ちなみにあの、まあ、大地選手は野球選手ですけども、サッカー選手との交流とかっていうのはあるんですか。いや交流は全くないんですけど、はい、まあ、僕静岡で生まれてるんで、はいはい、どちらかというとサッカーの方が盛んなんで。そうですよね、まあ、自分でもなんで野球やってるのかなと思いますけど、まあ、サッカー好きです、はい、そうですか。ではマリーンズファンの皆さんも明日はワールドカップを見てからマリーンズ応援ということですよね。ですね、はいはい、気をつけてきてください、はい。さあそしてですね、今この大地選手が着ていらっしゃる T シャツなんですが、明日限定で発売されるという T シャツなんですよね。みたいですね、みたいですよね。販売するって聞いたんで、はい、はい、こちら背中にはこの26の数字が入ってまして、本当に明日限定なんですね。明日だけなんですね。皆さんこれはもうぜひね、 100枚限定100枚限定100枚だそうですよ。ぜひゲットしていただきたいですね。そうですね、100枚ちょっと、ね、競争率高いんで、ね、あっという間なくなっちゃいそうですけどねさあ皆さんもぜひね、この T シャツ明日限定発売ということで、大地選手もね今日来ていただきましたけど、ぜひチェックよろしくお願いします。ちなみに明日日本は何対何でどうですか。ちょっとそんな予想も聞いてもいいですか。僕は 2-1 だと思ってます、はい、2-1 で日本の勝利、あ勝ちます、はい、そうですよね、はい、ぜひぜひその予想も当たるんでしょうか。楽しみにしていていただければと思います、はい、では大地選手、たくさん集まってくださいましたマリーンズファンにメッセージよろしくお願いします、応援ありがとうございます、明日も暑いと思うので熱中症に気をつけて、あとは気をつけてきてください。また明日頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では聞けない主にサッカーのお話を聞いてしまいましたけれども、あの T シャツはですね、明日限定発売先着100名様となっておりますので、皆さんぜひゲットしてください。では、この後はマリーンズ